カムチャツカ半島はユーラシア大陸の北東部にある半島である。南南西方向に伸びた半島であり、面積は472,300平方キロメートル、長さ1,250キロメートル。気候は乾帯気候からツンドラ気候。日本では古くは観察家と呼んでいた。現在、全域がロシア連邦の領土であり、以前は南部がカムチャツカ州、北部が リアーク自治管区に属していたが、2007年7月に、両地域が合併して、カムチャツカ地方となった。南は、千島列島の占い森島と千島海峡を隔てて、向かい合うロッパとカ岬。中央部では東西に約450。半島の東側は、ベイリング海と北太平洋。西側は、オホーツク海に面するが、アバチャ湾にある州都のペトロパブロフスクカムチャツキーを、 はじめ主要港は東岸に集中している。半島の東側には、コマンドルスキー諸島を含むアリューシャン列島が、北アメリカ大陸北部にかけて連なる。中央山脈と東山脈が平行して南北に、走り、艦隊平を作り山体の一部をなす。ここ300年で50回もの大爆発をしている、半島最高峰のクリュチェフスカヤ山など、多くの火山を抱えている。 カムチャツカ半島の高度分プチズ半島中央東に円形に白く描かれている標高の高い部分は半島の最高峰クリュチェフスカヤさん。ロパートカ岬の井戸は北緯50度52分である。東岸には北から順にオリュトルスキー湾、アナプカ湾、カラギンスキーワとカラギンスキー島、カムチャツカ川、川口、カムチャツカ湾、アバチャーが位置する。地は 古代から中世にかけ、唐の記録に残りエア社国に否定される北部の古、コリアーク文化や東岸から南部にかけてのタリア文化の時代を経て、近世以降、北部のコリアーク人や中部から南部にかけてのカムチャダールの他半島中央内陸部に住むエベン人などが主な住民である。また、南端部に千島エングが古来より定着し、漂着した和人も居住。日本では、 安藤氏や正木藩の領有地として認識されていた。カムチャツカ半島について西洋人に詳細な情報がもたらされ始めたのは17世紀のことである。イワン・カムチャツキーやセミオン・デジニョフなどのロシア帝国の探検家によってこの地域の情報が集められた。17世紀末には毛皮が取れる黒点を求めて進出し入植が開始されている。1697年。 カムチャツカの遥か北部チュクチ半島近くにあるアナディリのアナディール城からウラジーミル・アトラソフ率いる約120人の軍勢がカムチャツカ西岸を南進しカムチャダールとの戦闘が起こった1706年頃にはカムチャツカはロシア帝国によって占領される1713年頃には約500名のコサックが居住していた上記 1697年のアトラソフによる信仰の折、彼はカムチャダールの集落で大阪出身のデンベイに出会う。デンベイは商家の息子だったが、商船で大阪を出版して江戸に向かったものの難破し、漂流の末にカムチャッカ半島に漂着したという。アトラゾフはデンベイを伴い、ロシアの首都ペテルブルクに帰還した。デンベイはロシアの文献に、 初めて登場した日本人であり、日本語学校の校長として生涯を終えている。1700年、江戸幕府の命により、正木藩は観察家を含むエゾゼン図と正木統合長を作成した。1710年、南部のサニマラがカムチャツカ半島東岸ポロプロボエに漂着。七百十五年、正木藩主は幕府に対し、十州島、 東府都市、チュプカ諸島、観察家は、まさき半寮と報告。その後、1729年、薩摩のゴンザと総ざら17名の乗った若塩丸が、半島南端のロッパートカ崎付近の東岸に漂着、二人以外は後に、ロシア側に殺害されたという。彼らも日本語教師となった。一方、カムチャツカ半島を支配したロシア帝国が課した。 ケガワ勢の剣能は先住民にとって大変過酷なものであり、1731年から1739年までカムチャダールの大反乱が起こったが、ロシア人は銃などの武器を使用し反乱を制圧。この時期にデンマーク出身のベーリングにより二度の探検が行われ、1728年の最初の探検でアバチャワンを発見。1740年、 第二次北東探検隊は、アバチャーンを拠点とし、翌年以降カムチャツカ半島の太平洋岸を調査した。この頃、地理学者のステファン・クラシェニニコフラも訪れている。第二次探検隊の別動隊は1738年、西岸のボリシャレツクから日本に向け航路の調査を行い、日本では原文の黒船として記録が残っている。1745年春に、 千島列島のオンネジメコ担当に漂着した南部、ラ村、田賀丸の漂流民10名が、同年5月、朝税人をスロボーチコフに見つかり、カムチャツカ半島に送られ、日本語学校教師にさせられる。ステッパン・クラシャニナコブの図、アカウント・オブ・ザ・ラント・オブ・カムチャとか1771年本拠地、ポリシャレツクで、流刑中の政治犯たちの反乱が発生し、カムチャツカの長官、 ニーロフが殺害された。首謀者、ハンベン・ゴローが、セイピオトルゴを奪い脱出。彼らは、トサ、アワ、アマミに寄港した際に、スーツーの書簡を残し、その中で、ロシアの日本侵略の意図を述べ、エゾチ三色の危険を警告した。大国やコーダユーや、新蔵来伊勢国新省丸の漂流民一行が、ペテルブルクへ向かう途中、 1787年8月23日にカムチャツカ半島のウスチカムチャツクに到着の後、ニジニカムチャツクに移動。1788年6月15日、6人はニジニカムチャツクを離れ、カムチャツカ半島を横断して、チギ入りにつき、ここから船に乗り、オホーツクには8月30日に到着。約1年カムチャツカに滞在しており、当時の様子が、 北斎文略に記されている。1787年9月7日、フランス王国のラペルーズ探検隊がペトルパブルフスクに寄港。ここで下船した後にシベリアを縦断した通訳役のジャンバルテルミド・レセップスは、結果として同体検隊で唯一のフランス帰国者となり、探検隊の記録が後世に残された。ペトルパブルフスクに上陸する。 クルーゼンシュテルン一行1804年7月2日、ペテロパウロフスクに、全6ら若宮丸表流民5名が到着。同年8月18日津田悠、儀兵、大野重郎ら4名は、県費、施設レザノフに伴われナジェシダ号で、帰国の途に着いた。全6は1806年春まで滞在した。一方、1804年7月18日北千島の、 バラムシルト東浦に漂着した、道の区国船、警察丸の次へ問だ6人は、カムチャツカに渡り、ロパトカ岬から20日ほどの航海で、大きなアイヌの村落につきしばらく滞在。文化元年9月中旬、ペテロパウロフスクに到着。滞在中6人は、全6の世話を受けたが、文化2年6月中旬帰国のためペテロパウロフスクを、 出港して15日ほどでロッパトカ岬に着いた後、バラムシル島に再上陸して、エトロフ島の会所へ向かった。1811年2月7日、カムチャツカ半島に、摂津国戦籍の寒気丸の急増らが漂着。1812年拉致された高田屋貨幣がペトロパブロフスクに連行され、翌1813年に、ディアナ号で、 家兵たちと共に出港した急増は8月に、函館へ送還された。同年、薩摩藩主の手船、長利丸が春ムコ担当に漂着した。北アメリカ大陸カリフォルニア沖で、英国船に救助された、小栗重吉ら、尾張、正しの丸の漂流民の生き残り3人も、帰国の途中ペタロパブルフスクで合流。文化13年6月、長戸丸と、 ただしのリマルの漂流民たち計6名が、パベル号で、ペトロパブロフスクを出港、帰国の都につきウルップ島沖に送還された。また、ロベイ会社船による送還では、1836年に、とサブローラエチゴの五社丸漂流民3名や1843年には、越中の長者丸漂流民6名が、ペトルパブロフスクからエトロフに帰国している。これらロシア船による、 漂流民の送還は、アラスカなどの植民地経営に必要な物資、特に食料などを得るには、地理的に近い日本との通称が必要と考えられたためである。加英7年、蚊や豊島武氏らによって、カムチャツカ半島を含む全エゾ地を明記した、海正エゾ全図が作成された。同年には、クリミア戦争のため、英仏艦隊が、ペトロパブルフスクカムチャツキーに来航。 ペトロパブロフスク・カムチャツキー包囲戦が行われた。一方、日本では同年に海外渡航の失敗で囚われた長州藩士の吉田、松陰が優秀録の中でエゾ地開拓の上での河草塚とかのダッシュを求めたが、1868年には吉田の思想的影響を受けた明治維新が実現したが、 明治政府もカムチャツカ半島への領有主張は行わず1875年のカラフト千島交換条約によって日露国境がカムチャツカ半島と占い森島の間の占い守る海峡に惹かれることになった1904年から1905年にかけての日露戦争でもカムチャツカ半島は戦場にならなかったが講和条約のポーツマス条約で日本が カムチャツカ半島沖合での北洋漁業創業権を獲得すると半島の各地には日本の漁業基地や加工場が置かれるようになった。1917年、ロシア革命によってロシア帝国が滅亡してソビエト政権が成立すると日本やアメリカ合衆国はシベリア出兵によってロシア極東部を占領した。これに対し日本との直接対決を避けたい。 ソビエト政権の指導者、ウラジーミル・レーニンは、アメリカ合衆国から戻ったアレクサンドル、クラスの市長コフェを大統領とする干渉国家、極東共和国の樹立を認め、1920年3月の建国時に、カムチャツカ半島も極東共和国の領土とした。しかし、カムチャツカ半島には、日本軍は侵入せず、同年12月には、 カムチャツカ半島はソビエト社会主義ロシア共和国に返還され、1922年には極東共和国自体も消滅してソビエト連邦に吸収された。日本は1925年に日ソ基本条約を締結してソ連を承認し、ソ連側はポーツマス条約による日本の漁業利権を承認した。ただし、その翌年である1926年8月10日には、 カムチャツカ半島西岸沖合の公海上にて、宝来丸略奪事件が発生している。その後もカムチャツカ半島には、ソ連領内に日本人が住む状態が続いたが、1930年代以降に日本の戦争が拡大して、北洋漁業が縮小すると、日本の漁業活動は自然消滅した。1945年8月、第二次世界大戦の最末期に起きた。 ソ連対日産戦では、ペトロパブロフスク・カムチャツキーが出撃拠点になったほか、占い、森島の戦いでは、半島南端のロッパートカミサキから、占い、森島の日本軍守備部隊に向けて海峡越への攻撃がソ連軍により実施された。冷戦期には、アメリカ合衆国に最も近いソ連領として軍事地帯に指定され、 1990年まで外国人の入域は禁止されていた。不登校で北西太平洋に直接出られるペトロパブロフスク、カムチャツキーはソ連太平洋艦隊の重要な軍港となり、周辺には軍事基地が配置された。カムチャッカ半島はソ連西部から発射される長距離ミサイル試験の着弾目標としても使われている。一方、 カムチャツカ半島の東側に設定された国際航空路は日本及びソ連とは国交のなかった韓国からアメリカ合衆国の東海岸あるいはアラスカを経由して西ヨーロッパ諸国へ向かうには事実上当時の最短ルートとなる極限航路の一部で利便性と緊張を合わせ持つルートであったこの中で1983年9月には 航路設定ミスが原因とされる韓国の大韓航空旅客機がカムチャツカ半島上空でソ連領空を侵犯し最終的にはサハリン沖でソ連空軍に撃墜される大韓航空機撃墜事件が発生した。しかし冷戦終結に伴う米ソ関係の改善に伴い1990年に外国人の入域が解禁され アメリカや日本からの国際チャーター便が飛ぶようになると、漁業開発や火山、自然観光などの経済開放が進むようになった。軍港機能の中心は改めて閉鎖都市とされた、アバチャ湾内のビジチンスクに整備され、ペトルパブロフスクカムチャツキー市への外国人訪問が可能となった。この政策にもかかわらず、 首都モスクワからは6 0 0 0トル以上離れたソ連やロシアの最東部地域という行政上の理由に加え1952年のカムチャツカ地震を例として半島東岸に沿った千島カムチャツカ海溝が引き起こす巨大地震や大津波の頻発という同半島特有の自然条件も重なって1991年のソビエト連邦の崩壊や新生ロシア連邦の混乱に伴う 人口流出は続いた。2001年に就任したウラジーミル・プーチン大統領によって地域振興が図られるようになった。それに先立つ1996年にはカムチャツカの火山群が世界遺産に登録され、2007年には人口が特に少ない半島北部のコリアーク自治管区がカムチャツカ州に統合される行政再編が実施され、半島全域が カムチャツカ地方に属することとなった。カムチャツカ地方政府は、この火山群を観光資源として生かしたリゾート施設、3つの火山をペトロパブロフスクカムチャツキー南西に整備する計画を進めている。カムチャツカ半島の気候は寒帯気候からツンドラ気候。西側にあるオホーツク海では冬に流氷が漂着して、常時凍結状態となるが、東側の太平洋では、 流氷の出現は比較的少なく温暖となる。両岸の気温差は特に冬に顕著となり、北緯59度にある西岸のパラナは12月から翌年2月にかけての平均最低気温が氷点下20度を下回るのに対し、北緯53度にある東岸のペトロパブロフスク、カムチャツキーでは氷点下10度を上回り、1日の平均気温でもパラナより約10度暖かい。 これは北緯43度にある日本海沿岸の沿海地方州都のウラジオストクよりも高い。ロシア帝国による一連の入植活動、ソビエト連邦による軍事基地の強化などを通じ、ロシアからあるいは当時のソ連構成国だったウクライナからの移住が進み、20世紀に先住民族の人口比は急速に低下した。2010年のロシア国勢調査の結果によると、 カムチャツカ地方の民族構成比は、ロシア人が85.9%、スラブ系全体では9割以上を占め、先住民族では、最多のコリアクビトが2.3%、イテリメン人が0.8%にとどまるとされている。日本語訳において、かつては、カムチャッカと書かれることも多かった。を、現代のカタカナ転写の一般例に照らせば、カムチャーとか、または、 カムチャとかという表記になるが、日本語では、慣習的なカムチャツカやカムチャッカの定着度が高いので現在でも、そのような表記が用いられることは少ない。古くはカムサツカと書かれたこともあった。菊池俊彦、オホーツクの古代紙平凡写真者、桂川補修、北斎文略、大黒屋高大有ロシア漂流記、亀板カタ岩波書店、岩波文庫、 1993年38から41ページ。ISBN400 から33万4561から4。中国、ロシアが開発する極超音速機アメリカは衛星探知網を実現できるか。ニュースウィーク日本版、サイト2020年12月12日閲覧東西、冷戦機、ソ連は自国領空を 西側諸国の民間航空機通過には開放しておらず、国交のない韓国との便に至っては経由すら不可能だった。そのため、東アジアと西ヨーロッパを結ぶ体験コースに近いシベリア上空、通過ルートは使えず、カムチャツカ半島東方沖からアラスカに向かい、ここから北極点付近を通過する局地ルートか、これ以上に距離は長くても、 東南アジアや中東を経由する南回りルートしか利用できなかった。カムチャッカ半島に自然リゾート地元政府コロナ後にラム日経作業新聞2020年12月7日2010ロシア連邦政府統計局2019年10月6日閲覧ありがとうございます。